写真拡大。 DeNA2 から4巨人10日横浜スタジアム。巨人の丸佳浩外野手が4番岡本の決勝弾をアシストして喜んだ。1点を追う6回2失、フルカウントから今永の外角変化球を見極めて出塁。自打者岡本はストライクを欲しがった今永の初球チェンジアップを完璧に仕留め、左中間席上段へ運んだ。ベンチに戻ってきた岡本のヘルメットを叩いた丸。地球の場面についてナイスボールだった、ストライクを取られてもしょうがないくらいの気持ちでしたと安堵。マジック級が再点灯したことには、今度は一桁ですから、より現実味を帯びてきたので粘っていければと思いますと謙虚に話した。